ンから始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。1日水曜日、時刻は50時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティのコーマナタでございますよ。はい、今週もですね、ゆるくおしゃべりしていきたいなと思いますよ。よろしくお願いいたします。はいはい、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになります、グロースタイルエフラボ整骨院、真心美味でご提供居酒屋マジュン、バーガー&バーボーソルチ、以上各社の提供でお届けいたしますよ。はい、今週はですね、AC クレーのヨヘナさんに来ていただきました。どうもこんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。何から喋るか。いつも SC 琉球のお話から一生懸命していると思いますが。一生懸命に見える。いや、お母さんも現地に行ってしっかり情報収集されてきてるんで、僕のような。YouTube ばっかり見てるテレビ録画して見てない僕とは多分違うと思います。やっぱり見どころが、はい、ホーム最終戦でしたよね。そうですね、はい、この前の日曜日ありました、うん、11月28日か、はい、あった首里級のホーム最終戦は、新潟か、はい、で、なかなか見応えのある、はい、俺的にはね、はい、相手に鈴木浩二選手がいたり、本間選手は来てなかったので。そうなんですよね、本間選手いなかったですね。おーって言ってた、一人で。もう なんで来ないんですか。何なんですか。わかんない、もう移籍するんですかね、多分。あー、そういうのもあるのかもしれないですね。いや、もう移籍してもいいと思います、彼は。だって J1 上がらないし、新潟は。なんかね、今24、結構ね、うん、全然いいよね。そうそう、全然というか、もう海外に出てもいいっていう言われてる選手だったので。そうですね、そもそもはそういうのがなんか縛りがあったのかもしれないね。まあ、施設出なかったら確実よね、ほぼね。わあ、どうなんだろう。まあ、もう降格も昇格もないんで、はい怪我しないように、皆さん、あとはそうですね、来季につなげるように。そうなんだよ、まあ、その話は、まあ、置いといて、まあ、試合内容どうぞそうですね、AC琉球は、はい、前半に幸先よく、まあ、久々じゃないこの先制点という、はい、取るの、まあ、茂木選手がゴールを決めて、はい、まあ、そうですね、ただ一番良かった時よりは、なんだろう、ゴール前のチャンスがやっぱり幾分減ってんなって感じはもちろんするんですけど、はい、まあ、その中でも、まあ、耐えしのんでる時間もあって、まあ、あと1点取れそうだなっていう時間帯もあったんですけど、はい、まあ、鈴木選手にうまくゴールを決められ、うん、1対1のドローという結果でございましたよ、うん、そうですね、って感じだったいやでもね、久しぶりに沼田選手の、まあ、クロスではないですけどね、まあ、後ろからの狙ったパス、うん、ディフェンスもね、取れそうで取れない、インフーみたいな、あれ、頭でくるか足でくるか、どっちかみたいな感じのボールだったんで、いいですね、はい、ちょっといやらしい感じの、幸先良かったんですけどね、そうですね、はい、あ、いい感じだなと思いながら、うん、でも鈴木選手のね、同点ゴールも結局、ね、もともと FC 琉球の選手なんで、うん、2点とも FC 琉球が入れたってことになってれば、まあ、お客さんもね、2ゴール見れたって思えばいいんじゃないですか。はい、どっちも応援してる選手なんで。いや、はい、鈴木選手が、はい、自分のゴールにゴールする、新潟のゴール、そうっすね、おそんなことないっす本当に恩返しだっていうね、形でしたけどねいや、本当にショートバウンドに合わせるところも上手でした ね、はい、クロスに対して、はい、なあ、サイドからなんだろう、いいボールが来て、まあ、あそこにボール持たれて
たっていうのが結構な、うん、なんだろう、ウィークポイントの一つなのかなとか、 あの位置にフリーでアタッカーがボールを、ね、保持してる時間帯があんなに悠々とあるのは、やっぱいいボール上げられるよなっていう、そうですね、まあ、うん、確かに感じがしたかな、はい、うん、でも良かったですね、引き分けで。で、それもで順位は多分変わってなくて9位9位ですね、まあ、はい、なので、まあ、ただ多分ね、ジェフ・チバーンも多分引き分け負けてたんだかな、なので、まあ、勝ち点差今1位なので、はいはい、62ぐらいです、最終節次第では、まあ、はい、8位に上がれるかな、あんま変わんないっす、はい、どっちでもどっちでもって言っちゃうんですけど、まあ、最後は勝ってジェフも勝ったら仕方ないっていう形で、そうですね、まあ、残りあと1試合なので、はい、まあ、うん、来年にね、つながる、まあ、木名監督のね、はい、続投も、まあ、決まりましたし、うん、正式に発表も出てましたので、はい、まあ、来年ね、もっとアグレッシブになるチームに、はい、生まれ変わるといいなと思いつつ、はい、まあね、来季、まあまあ、まだ1試合残ってますからね、契約満了選手がね、2選手ぐらい発表されてましたけど、ね、ああ、そうですね、市丸選手とか復帰キャプテンだったりなんかもね、満了なんですね、出てないですもんね、最近ずっと、そうですね、本当今シーズン1試合、いや10試合、あ、そっか、今シーズンは全然出てないですね、全然出てなくて、去年合わせて10試合しか出てないって書いてありました、ああ、そうなんですね、はい、少なっと思って、リザーブリーグとかそうそう、そうなのよ、だから今シーズンはやっぱボランチとして飛び所選手が大活躍した1年だったのかなっていうのを見ると、はい、やっぱり層の厚さ、風間選手だったり、ね、キャプテンの上里選手も含めて、ボランチっていう層は厚かったのかなと、はい、どこ行くんですかね、頑張り戻るわけでは多分ないですね、そうなんだろう、はい、まあ、あとは福井選手かな、満了が出てたのか、今年の俺 の、 ベストゴールは福井選手なんですよ、まあゴール1個だけではね、まあ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 、はい、そういう、まあ、個人的にですよ、個人的に福井選手は、はい、おい福井っていうシーンもある中で、はい、毎試合毎試合って言ったらおかしいな、うん、まあ、でも足元も、まあ、うまいと思う、うまいというか、なんかいいキック、いいボール蹴んなって、個人的には試合もスタンドでね、よく見てるところも多かったので、いやー、まあ、じゃあもうテンヤーズに来るしかないかな福井選手は、はい、缶ビールぐらいしか出せないんですそうっすねで、あとはそうっすね、まあ、引退する鳥海選手のセレモニーが、うん、まあ、あったり、ちょっとね、寂しいなっていう雰囲気もあったんですけど、はい、まあ何度も言いますけど、まあ、シーズンはねまだ終わってないのでね、いや、はい、もう少し続くのかな、まあ、今度日曜日土曜日だったかな、最終節がですよ、ね、そうですね、アウェーがありますので、はい、しっかり応援していきたいなと思いますよ、はい、はい、でちょっとコメントがいくつか来ているので、はい、読みたいなと、脳内さん、こんばんは、今夜来ましたよ、今日から12月ですよ、だからよね、さっきさ気づいた俺、はい、12月だそうっすね、遅いすいません、はい、あ、そっかとか、ちょっとびっくりしました、はい、なんだこっち脳内さんからもう一つ、松本山が J3 降格、はい、J1 経験のある、J3 降格チーム、トリニータに続き歴代2チーム目、そっか、はい、2年で3年でか、去年今年が J2 でその前は J1 だったので、確かに、はいはいはい、そういうね、なかなか難しい、七海さんは続投出ましたよね、来季も監督やりますって出てたので、はい、なかなかね、まあ、難しいですよね、はい、J3 もそんな簡単なところではないと思うので、そうですね、まあ、はい、なんだろう、ここ最近で言うとあれかな、 J2 から J3 に落ちたチームも、ね、まだまだ上がってこれないですし、どこだっけ、柏木選手が行ったチームだったり、
岐阜か。あ、岐阜、はい。あと今年は調子良くて J2 戻ってくるのかな。ロアソ熊本とかは、まあ、戻ってきそうな感じもしますし、はいはい、J3 ね、はい、最近見ないですね、 J3 すいません。いやいやいや、主力を J2 に上がっちゃったんで、そうそうですね、 J2 しか見ない、申し訳ないです。 J3 は J3 でまたちょっと難しい、ところがあったのかなと思う中で、はい、なかなかね難しいとは思うんですけど、ただ J3 で今宮崎なんだっけテゲバジャーロだっけ、あ、はいはいはい、宮崎が今 J2 への昇格の企画が通ってなくて、はい、2位以内に入りそうなのさ。あ、そう、まだ最終節がまだまだ先、うん、あと3試合かな残ってるのでまだ先なんだけど、はいはい、それ次第では、J2 が今1チームじゃ残留になるんですね。減るかもしれないですよ、はいはいはい、だから相模原が残る可能性が、あ、はい、今結構な確率で高いので、うんうんうん、まあ、どうなんのかなとは思ってはいますけど、まあ、今合格が決まってる、チームとの差もありますが、あ、そっか、今19位が、相模原、18位が大宮アルディージャーなので、うんうん、この勝ち点的には1ポイント差しか離れてないので、どうなんだって感じはまだまだありますけど、はい、まあすごいですね。でも宮崎あそこであんだけ頑張って、でも入って1年目よね、きっと J3、はい、まだ九州リーグにいたイメージがありますよ ね、僕の中で、はい、すげえなと思いながら見てますけど、だから結構ね、相模原のサポーターの皆さんにもちょっと応援されてる感じもあると思うので、ね、頑張れ、そうそうそう、頑張れ頑張ったら俺らのこれですよね本当本当、はい、最後まで頑張ってほしいですね。そうですね、はい、でこれまで読む、はい、シュプリームさん、こんばんは、初見でいいんだっけ、セルジオエツコです誰だ、今度からちょっと練習しないとね。すいません、ノーライさん、ノーライさん、はい、あ、ノーライさんじゃない、シュプリームさん、はい、俺の読み方のもんです。あれ、今夜はサンガーの、J1 昇格とかビッグボスの特集だと聞いてたんですがってすいませんもう話しないしますそうなんでね、京都さんが決まりましたね、はい、いやー、いいなーって思いながら見てた確かアウェーでしたよね、はい、アウェーで千葉戦だったから京都が、うんうん、でドローで、まあ、昇格が決まるっていうような形だったので、あの瞬間の、まあ、監督さんだったり、スタッフさんのこの喜ぶ顔を見てると、はい、本当に何だろう、苦しかったのかな、まあ、嬉しい表現もね、はいはい、いっぱい出てる中でなんかほっとしたというか、はい、本当になんかどっと疲れがみたいなコメントもあったので、はい、そういうの考えるとやっぱり大変なシーズンだったんだろうなと思いながらもちょっと見てたんですけど、ただただ羨ましいなって、うん、いいなって、はい、見てましたね。今年は J リーグ、まあ、降格もねあんだけ広い中、まあ、あとはそうなのよね、甲府が、はい、争ってただけに、はい、まだね望みがあったんですけど、まあ、サンガが無事に昇格決まりましたので、ね、はい、ジュビロ磐田、また京都サンガサポーターの皆さん、おめでとうございます。ありがとうございます。いごめんなさい、相変わらず俺ちょっと時間配分ができてないので一旦 CM に行きたいなと思いますよ。もしいけるかな、一旦 CM です、どうぞ。一人一人の状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院、パキポキなど痛みを伴う施術は行っておりません。筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください。エフラボ接骨院。新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供。店内はぬくもりのある雰囲気になっており、すべての席が掘りごたつ、6名様までの完全個室を一室完備、オープンキッチンでカウンター席もございます。王者の交番裏側、居酒屋魔順、握り寿司のテイクアウトも受け止まっております。野菜たっぷり使ったボリューム満点のハンバーガー、一度食べたらもうやみつき、思い出したら
よだれが出てくる。宜野湾市大山国道58号沿いバーガー&バーボアソルチ。はいはい、後半もですね沖縄県のサッカー情報もおしゃべりしていきたいなと思いますよ。ごめんなさいコメント読めてないので、はい、コメントからお願いします。カープボーイさん、おい、ありがとうございます。こんばんは。日曜日玉城美香さん、そうなんだ、美香さんが新宿のホーム戦初めて見に行ったって朝の番組ですと言ってましたよって。そうなんですね。そうか。初めてなんですね。ね、もっと来てくれたらなって感じです。はい、あとは、ななみは今監督やってるんかって。ん？俺らがいっぱい見ていた時代の人はみんななんとか、なんか、武田信弘。相変わらず芸能人やってるなって。あ、そうですね。あの年代の人、監督やってる人もね、結構。武田って誰なんかでしょ、カズとか。そうですね、高木さんとか。そうか、うん、そうですね、相模原は高木さんだもんね。はいはいはい。まあもう一つカープボーイさん、はい、なんか徳島のサポーターが変なこと言って出入り禁止になったみたいってニュース聞いたけど何言ったのか非常に気になる。放送では言えないようなこと言ったのかな。これはね、あれでした、なんだろう、オリベラ選手でしたっけ、湘南の、はいはいはい、なんだろう、心不全で亡くなった方がいまして、うん、でその亡くなった後の最初の試合だったのさ、うん、はいはい、で湘南に関してはこう5日前に亡くなったのかな、試合の、うんうん、でしかも湘南降格争いしてて、はい、しかもその降格争いしてる相手との相手の徳島との試合だったわけ、うん、結構ね、ひりついた中での試合で、なおかつこの悲報があって、はいはいはい、でホーム最終戦っていうこともあって、いろいろ積み重なっていたもので、でこのホーム最終戦はセレモニーがやっぱあるので、はい、でそこで最終戦さ、ファンサポーターに向けての言葉だったりを、はいはい、あった中、この亡くなった選手のための追悼のイベントって言ったらおかしいな、はいはい、セレモニーもやってたのさ、はいはい、でその時に徳島のサポーターと思われる人がありがとう湘南ってか、湘南バイバイってかで大声でちょっと言ってるのがダゾーンの放送にも載ってて、はいはいはい、この選手の追悼セレモニーやってる時になんかその悪ふざけをしたじゃないけど、はいはい、なんかそれが問題視されてて、うんうん、でしかもなんだろう、今コロナ禍の中での大声がダメっていうのもあって、そこ最初はそこからだったんだけど、うん、でなんだなんだって、ね、ダゾーンにも乗っかっちゃってるので、はいはいはい、その声が、ね、確認してみるとなんて非常識なコメントなんだっていうところからバーって広がっちゃって、まあ、徳島も社長がごめんなさいしたり、うんうんうん、で最終的にはもう特定されて、まあ、出入り禁止に、徳島の試合だけじゃなく、なんだろう、日本国内で行われるプロサッカーの試合は全て禁止になっちゃったのかなっていうような、感じがします。まあ俺は、これ難しいよね、悪気があったなかったっていうのを聞ければいいのかなと思ったけど、そういう問題でもないじゃないですか、はい、追悼セレモニーしてるときに、なんだろうね、難しいな、バイバイってやったみたいな感じに聞こえるしね、うん、そうです、まあまあ悪ふざけっていう軽いノリで発した言葉かもしれないですけど、その場にはね、はい、12分にそぐわないものですし、ね、俺はちょっと厳しいけど難しいな、これ俺が個人的にですよ、うんうん、思うことなんですけど、世界中であるこの差別のものも関して、サポーターはチームの一員としてみなして、はいはい、チームにペナルティを出せばいいんじゃねえのかなって思ってる、俺は、個人的にね、はいはいはい、なんだろう、降格争いしてるからとかではなく、はいはい、優勝争いしててももちろんそうだし、うんうん、それが
FC 琉球のサポーターがもしやってるとしたら、うん、俺は同じような琉球のサポーターとしても、まあ、応援してる人間だとしても、はい、いいんじゃない琉球からなんか勝ち点3取ったらって思うんだけどな、それぐらいしないとなくならないんじゃないかなと思うんですけどね。そうそう、このたまたまダゾーンに拾われたからとか拾われてないからっていうことでもやっぱり問題があるじゃないですか。だから本当に聞こえないで言ってる人もいるかもしれないじゃないですか。あ、そうよね。で基本的にこのサポーターと、まあ、球団っていうのは、まあ、管理っていう感じは難しくないですか。難しいよね。また個人の思想の自由とか、はいはいはい、言論の自由とかっていう人いるじゃないですか。でこれは本当に人間的に残念というか、そうそうだよね、もうこれは本当にサポーターが管理でき、あ、球団が管理できる管轄外なので、小川さんの、 あの球団にペナルティっていうのも僕も、まあ、賛成ではありますけど、これがそれでなくなるかって言われたら、まあ、難しい、ね、いろんな人がいるんで、やっぱりなんかたまに来る人もいるし、ずっと応援熱心する人もいるし、お酒飲んでくる人もいるしとか、例えばいろんな人いるじゃないですかそうだね。そんなもう酩酊状態の人が言うかもしれないし、そこは本当に球団ももちろんペナルティっていうのもあるかもしれないですけど、なくなるかなくならないかって言われたら、いじめがなくなると一緒で、そうだね、ただ本当に残念ですね。あ、このど、その週に行われた J リーグでは全て黙祷があったのさ、はい、ありました。あ、だからそ、あの、難しいな。スポーツの良さって言ったら勘違いされがちなんですけど、そういったことも全部あの瞬間みんなその選手のことを思ってたはずなのさ、全国各地で、まあ、あのキックオフも全部一緒だったからさ、はいはい、同じ時間帯に皆さんがその選手のことを思って黙祷してるとかすごいことだと思うのさ、はい、俺は、そういった仲があったのに、その後にね、まあ、残留争いしてるチームに勝ってハイテンションになってるのは少なからずあったとは思うが、はい、それは悲しい事実だなってちょっと、思ってしまったのさ、はい、やばいな、真面目に喋ってしまった。本当にいろんな人がいるんであのそれはまたチームは次、そうです、ね、頑張っていきましょう、はい、ごめんなさい、コメント、あ、読めるだけでもいきましょう、スプリームさん、なんだ、KBS 京都ラジオの、CM はサンガのお祝いいっぱい、あ、お祝いばっかでしたよ、はい、琉球が昇格したらお祝いでこの番組24時間特番にしましょう。俺、僕たちじゃないと思います。無理です俺じゃないか、違うところで多分あの進化 TV とかやるし。アッキーさん、あ、どうもこんばんは、さすがにな、元チームメイトツイート、あー、これでどこだ、ツイートするムードに見せちゃったのはまずかったね、はい、そうですね、そうなんでね、アッキーさんもう一つ、いわき FC、JFL 優勝、ああ優勝、はい、やっぱり勢いって大事だと思った、はい、確かにね、大事です。アンダーアーマーがねついてるしね、そうですね、はい、筋肉マンってイメージですかね、よそでも仲の悪いチームでも、選手を、痛む気持ちって大切だよね、そう、これはもう人間としてです、はい、本当そう思います、はい、俺できてるかなカフボーイさん、そういうことかって、そういうことならわからないって人ほとんどいるんですよね、空気読む読まないの話でもないよなそれって、はい、そうなんですね、それ思想の自由はいいけど、誰かにか分かるようにやっちゃいけないよねって、自分でも勝手に自分のいやそれをさ、言論の自由っていう人いるんすよ、そうなんですね、これはもう違う芸術の分でもいろいろ問題になってるんで、カブボーイさん分かりますその気持ちね、はい、難しいですね、野前さんの読めるかな、これグルージャとロアッサ、共に J2 昇格してほしい、はい、特にグルージャ、東北勢で J2 盛り上がる、ベガルタ下がっちゃうけど、ああ、はい、そうですね、ベルマーレ意地でも全 J1 残留って、はい、そうやね、そういう気持ちもやっぱ出てくるし、あの、なんだろう、入り口はちょっと違うにしろ、ね、あのやっぱ注目されるのはねありがたいかなと思うのでね、はい、まあ、誓った形で注目されるのが本当は一番いいんだろうけど、意地でも J1 戦残留を、残留をね、はい、目指してるまで頑張ってほしいです、頑張ってほしいですね、はい、ね、そう、J1 が本当にまだまだあと次の次か、あと2試合だっけ J1 は、なのでね、今、はいはい、まあ、レイソル、エスパルス、ベルマールとこの3チームが、おう、あ、ボルティスもか、おう、あ、あれなのか、レイソルは OK だったのかな、残ってるので苦しいね、あー、なんか胃が痛い、ね、はい、
頑張りましょう。はい、頑張りましょう。あ、すいません。はい、あだこだ喋ってるうちに今週もね、アディショナルタイムが早いな。40秒少々になってしまいましたよ。もうすいませんね。今週もバタバタ喋ってきましたが、はい、皆さんお聞きいただきありがとうございました。今週はこの辺で終わりたいと思いますよ。この番組はあなたの専属トレーナーになります。フロースタイルエフラボ接骨院。真心美味でご提供居酒屋魔順。バーガー&バーボソルチ以上各社の提供と AC クレーンのゆうなさん、またね、今週も聞いてくれた多くの皆さんのおかげで放送することができましたよ。ありがとうございます。また来週もね、ゆるくおしゃべりしたいなと思います。あー、そうだ、県内の参加情報しゃべるんで、また来週しゃべろうね。ありがとうございました。また来週、ありがとうございました。さよならさよならそうそう、優勝チームぐらい報告また来週でも。ゼリオ、俺優勝おめでとうって言ってたのに。